はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちら、ジャンプ、50周年ウェハースということでね、はい、これをね、丸々一箱買いました。はい、ね、まあこう見てわかるとね、もう悟空かっこいいね。あと悠々白書、こち亀、ジョジョとね、まあラインナップは多分ここに載ってるキャラクターたちですね。うん、ちょっとねスラムダンクがないのがちょっと悲しいかなっていう感じですね。うん、まあこれを買ってから気づいたんですけどね、あれスラムダンクがラインナップにないっていう。まあ一応ね、全18種プラスシークレット5種っていうことで、プラスチックステッカー1枚入りっていうことでね、バニラクリーム味ウエハース1枚入りということで、で、ワンボックスに20個入ってます。なので、まあコンプはできないよね。うん、シークレットは、ちょっと見たんですけど、黒に 金の箱押しのカードですね。はい、まあそれが何枚入ってるかっていうのがわからないですし、種類もね、できれば自分はネットのドラゴンボールのシークレットを欲しいっていうところですね。はい、っていうことなんでね、ちょっと一回ちょっとこれをね、中身、どういう感じで入ってるかっていうのをね、はい、はい、こういう感じでね、20個入ってます。はい、ではね、これ上の方をね、カットしちゃいましょう。はい、はい、ということでね、上の方だけ、バーっとね、ハサミでカットしました。はい、ということでね、皆さんと一緒に、見ていきましょう。はい、じゃあ手前からいきますかね。はい、一応ね外観はこういう感じになってます。はい、一応ね、税込み162円です。1つ高いよね。うん、ウエハースで162円は高いよな。裏はこういう感じで、まあラインナップが、はい、書かれてますね。すべてホロ仕様ということでね、はい、まあさーっとね、見てください。はい、じゃあね、早速、1個目からいきます。ちょっとどういう感じで入ってんのか、ちょっと手探りで、あ、いきますね、これいけます。はい、じゃあ1個目、せーの、じゃじゃん、おールーキーズ。はい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 、ルーキーズか。うん、ろくでなしブルースの方じゃないかった。後ろはこういう感じですね。はい、ほう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 。まあルーキーズはね、あの全然知らないんですけどね、まあ読んだこともあのドラマとかでも見たことないんですけどね。うん、ろくでなしブルースしか見てない。うん、まあこれはわからない。はい、で、横に置いていきます。はい、じゃあ2個目、どういう順番、まあこういきますか。うん、じゃあ2個目、よいしょっと、ちょっと足しにくい、ちょっと、よし、じゃあいきます。2個目、せーの、じゃじゃん、わっしゃー、ドラゴンボールって言ってもこれは普通のやつだけどな。普通のまあホロ仕様のドラゴンボール。おお、いいねいいね。裏、スーパーサイヤ人フリーザ編の悟空。いや、これはいい、いいね、いいね。ちょうどコミック24巻の表紙のやつですね。うん、よしよしよし。いやー、ちょっとシークレット、ちょっと期待しちゃうなー。シークレット。多分ね、一箱にね、一つは入ってると思うんだけどね。まあ、どうなのかわかんないけど。シークレットドラゴンボール、お願いしたいなー。じゃあ、3個目いきます。せーの、じゃん、出た出た、ここでも出た。知らないんだよな、すごいよ、マサルさん。
全然知らないんだよな。はい、早い。いや、ほんと知らないからな。4個目いきます。4個目、せーの、じゃじゃん。あー、ボーイね。はいはい、これは見てましたね。まあ結構あの不良漫画の部類に入りますね、うん、いや、ボーイは見てたな。こうロックとね、なんかこう不良漫画をこう合わせたようなね、うん、これは当時見てましたね、うん、いやー、今んとこシークレットの気配がないな。ちょっと斜めになって、ちょっとね、若干見えそうになってるから、ちょっと整えて。はい、じゃあ、5個目いきます。せーの、じゃじゃん。と、わー、出た、変態仮面。これは当時ちょっとだけ見てましたね。まあ実写化もされてますよね、これね。究極変態仮面、当時こういうのがね、普通に連載してたっていうのはすごいけどね、今じゃ NG ですよね、もう。変態仮面。はい。いやー、これちょっとシークレット出ないっていう可能性もあるのかな。はい。じゃあ、6個目ですね。6個目で。そうだね。2、4、5個目。はい。いきます。せーの。じゃん。落ちた。シークレット。ジョジョでした。いや、オッケーオッケー、うん、シークレットジョジョ、オッケーでしょう。第4部ダイヤモンドは砕けないからね、ジョウスケ。いやー、これはいい。ほら、すっごい輝きが、ちょうどね、キラヨシカゲをこう見つけた時ですね。ちょっと今の会話聞いてたぞみたいな感じで、うん、いやー、これはいいね。はい、シークレットはジョジョでした。もう一個ぐらいやるかな。もう一個ぐらい欲しいな。シークレット入ってるかな。あー、ちょっと、あ、ちょっと見えちゃう、ちょっと見えちゃうんで、こう斜めに。はい、じゃあ、7個目か。1、2、3、4、5、7個目。はい、行きまーす。せーの、じゃん。お、地獄先生ヌーベ。地獄先生ヌーベも見てたなー、うん、アニメ化もされてますしね。地獄先生ヌーベ、うん、はい。いやー、結構あれ、まあ、ダブリだったらな、最悪だよな、うん。じゃあ続いて8個目いきます。せーの、じゃあ、シークレットきたけど、合図でしたね。もう合図はね、ほんと絵が大好きですね。この女の子の絵がすっごい可愛いですよね。うわぁ、もうこれがもう、より可愛いんだよな、この人の、桂先生のね、描く絵。超可愛いよな、女の子の絵が。これはいいね、シークレットアイス。シークレット終わりかな、もう。9個目かな。はい、いきます。せーの、じゃじゃん。ラッキーマン、とってもラッキーマン。いや、これも当時見てましたね。第吉、茶柱が立ってるっていうね。徳吉、
キーマンが出たってことはもう1枚ぐらい出てくれるかな。はい、あれ今これで半分終わったよね。あれ1、2、3、4、5、6、7、8、9、あれで、あれ、あ、もう一個下に倒れてた。はい、じゃあ10個目半分折り返し地点いきます。半分目の10個目、せーの、じゃん。わあ、知らないのが来た。ボンボン坂高校演劇部。知らないな。この絵は見たことあるんだけど、これは見てませんね。すごいよ、まさるさん並みにいらないな。うん、はい、じゃあ反対側いきます。11個目、頼む来てくれ、もう1個ぐらいシークレット、せーの、じゃん。わ、出た出た、緑の巻き場を。うーま、波なのね。いやー、チャームでも出たけどな。うわ、巻き場を、緑の巻き場。はい、11個目でしたね。11個目。はい、じゃあ12個目いきます。12個目、頼む、もう1個ぐらい来てくれ。12個目、あー、ジャングルの王者タワちゃん。いや、これもね、似てましたね、当時。うん、ギャグ漫画ですけど、なんか最後のなんかね、ドラゴンボールみたいになんかいろいろなんか格闘系になってきましたね。まあ、結構ね、エッチいところもあるんですけどね。うん、もう思いっきりね、まあここら辺をねさらけ出しちゃってる漫画ですけどね。まあ、これも今じゃ NG なアニメじゃない漫画だよね。まあ、アニメ化もされてますけどね。はい、じゃあ、続いて12個目、11、12、13個目、13個目か。はい、いきます。せーの、じゃん。わー、こっち亀ね。まあ、ジャンプで言ったら鉄板中の鉄板じゃ、そうだね。うん、こっち亀。いや、ほんと長いよね、こっち亀はね。ずっと言ってたもんな。終わっちゃったけど。こっち亀はね、もう、ジャンプの顔っちゃ顔だからね。13、14個目いきます。14個目、シークレットも、もう来ないか。14個目、せーの、じゃん。アウターゾーン、アウターゾーン、まあ、アウターゾーンもね、これももう見たことありますけどね。これもね、ほんと奇妙な話のあれですね。うん、見てました。はい、確か主人公ミザリーでね。うん、で、15個目か、うん、ちょっと体勢を立て直して15個目、いきます。せーの、じゃん。あ、人空ね。あ、人空、これ見てましたね。うん、確か江戸のあれなんだよね。うん、主人公がネズミとしの根のあれなんだよな。いや、懐かしいな、リンク。うん、これを見てましたね。いや、これちょっとシークレットもう出ない系かな。16個目か。はい、16個目いきます。せーの、あ、来た、やった、やった、出た、ドラゴンボール来た。超嬉しいわ、これ。
うわ、来てくれたドラゴンボール、やった、親子カメハメハ、うわこれ嬉しいわ、よかった、めっちゃ嬉しい、うわご飯超かっけえ、こん時のご飯が一番かっこいいよな、スーパーサイヤ人2、初めてね、ご飯がスーパーサイヤ人の壁を越えてスーパーサイヤ人2になった、ジンプームなってるな、うん、いやこれは嬉しいな、かっこいい、これ、うわすげえ、超いい、これ、はい、よっしゃ出た、あとはもうあとシークレット、どうせだったらシークレット、あと5個だわ、あと2個か、シークレット、もう出ねえかな、1箱に3個ぐらいってこと、どうだね、うん、多分な、あとノーマルかな、うん、ノーマルだともうあれドラゴンボール出たし、あとなんだろうな、とりあえず17個目いきます、せーの、ちゃんと、あ知らないわ、世紀末リーダーデンたけし、知らないわ、これ確かトリコ書いてる人だよね、いやーこれは知らんわ、これもギャグ漫画だよね、このキャラ自体はもう全然好きになれる、はい、じゃあ18個目いきます、18個目は何でしょうか、いきます、せーの、ちゃんと、何これ、このライジングインパクト、ゴルフ漫画なんかジャンプでやってたんだ、全然知らん、これ全くもっと知らないんだけど、なんでこれがラインナップされてんだ、グッズ売り場とかにもなかったけどね、ジャンプで、あちなみにこれ、ジャンプ店でも販売してますけど、ジャンプ店先行販売なんですけども、これは普通に、ちょっとした、ショッピングモールの、駄菓子屋で売ってました、はい、なのでもう先行販売の期間が終わって普通の一般販売がもう出たのだろうね、うん、っていうことで、そうだね、19個目か、はい、じゃあいきます、ラスト2個、せーの、じゃん、おー、悠々白書、悠々白書きたね、いいねいいね、悠々白書も好きですね、悠々白書も大好き、はい、いやーいい、これもいいね、トグロ 100% 100% 中の 100%、これトグロはもうドラゴンボールでいう立ち位置で言ったらもうフリーザですからね圧倒的絶望感を与えた悠々白書もすごい面白いよね、これもね、確かシークレット悠々白書もありますね、うん、一覧見た時ね、うん、もう多分もう入ってないラスト、まあラストは一体何なのかなっていう感じでね、いきます、ラスト1個、せーの、ジャンプ、ちょっと待って、あれこれ 見た気がすんなあれちょっと待って、一箱、ダブることあるんだ、せめてダブった、ノーマルが全18種だから123456789101112134
15 16 16、あれあとノーマル2種足んねえじゃん。なのにいきなり変態仮面かぶった。そういうことあるんだ。まあどっちにしろ、まあ、シークレットが3個出た時点でまあノーマルもコンプはできないんですけどね。なんだシークレットが3つ入ってたからかなのか、普通はシークレット1箱で何個入ってんだかね。一応こういう感じですね、シークレット。いやー嬉しいね。もうジョジョも嬉しいし、まあアイズも好きだからね。いや何よりドラゴンボールが出てきてくれたことがもう本当嬉しい。もうこれ狙いでもう箱開けたようなもんだからね。いやあと2種は悠々白書と、あとなんだっけ、こちらめかな。いやこれは良かった。ということでね、全20個、開封しました。もちろんね、このね、ウエハースは、美味しく、食べさせます。はい、友達に自分ね、あんま偏頭痛持ちなんでね、チョコレート食うと偏頭痛がね発生しちゃうんでね自分も食いますけど、ほとんど、友達にあげます。はい、ということでね、今回は以上ということでね、終わらせていただきたいと思います。もしよければね、チャンネル登録、あとね、動画を見ていただけましたらぜひね、いいねボタンを押してください。これからもね、続々と、商品紹介等を行っていきますんでね、よろしくお願いいたします。では、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。